どうしたんだろうな。全部カットやから。って言いながら一回使ったな俺。使った。ちとも。ちと。も。だ。モンスト。モンスターストライクモンスター。モンスターモンスターストライク。分かってくれるんかなこれって。いや分からないでしょ。キーやし俺。キーベートーベン半蔵。終焉のチェンチェン。聞こえるんだよな。はい今日は12月の31日。イエイ良いお年を。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もいよいよ登場庭園ちゃうからな。チェレンチェン炭が落ちてきます。炭が落ちてきます。はい俺なんとオールスター感謝ガチャ。そうこれ僕らと星62体確定のやつ。確定やから。いやね去年1体だったからこれ。あそうなの。そう去年星61体確定だったわけよ。今年2体っていうもうねわーごちそうさまですって感じじゃん。激アツよ。しかもなんたって家具槌以外全部対象に入ってるから。 OK。 うん全部よ。水限定のラファエルとか光限定のあのキスキルリラとかクレオパトラとかはたまた獣神祭超獣神祭と激獣神祭の限定キャラもみんな入ってるからこれ。なるほど。みんな入ってるから。正直このジキルとハイドとかも最近獣神化したんだけどこれも闇限定のキャラクターで。あなるほどね。そう正直な話これ属性キャラ限定のやつが出たら当たりだって。まあ超獣神祭とか毎月言って回ってた。うん、まあ、でもやっぱ属性のやつって結構やっぱねそれ狙いだけで引かないからあんまり引かへんな。そうだからラファエルとか欲しいのよ。そうね、うん、欲しかった俺も。そうだから属性キャラが出たら当たりよ。欲しかったってことは詳細はこちらのズケさんの動画をチェックっていうね。オッケーじゃあ引こう。え何狙うの？ちょっとラファエル狙い？それともまあキスキルリラとかクレオパトラとか、まあ、その他もろもろまあいっぱいいると思うけどパンドラちゃんとかもね。え？あこれも対象。全部対象全部対象。とりあえずパンドラは欲しい。なるほどね。もうずっとパンドラ狙ってきてるからね。ずっと今までずっと、うん、狙ってきてるから。パンドラは欲しい。欲しいよ。でラファエルさんってあの回復？あそうね。あれは熱い。熱い。熱い欲しい。覇者の塔登るが。ゆえにね、必要よね。必要彼女必要不可欠なんですよ。うん、うん、本当に一応サクラとか当たったけど回復力が違う、ね、うん、違う、うん、違うどれその2体は欲しいかな。うーんね、俺でもね、キスキルリラとかも結構いいよ、うん、マジで、俺も欲しかったもん。あと使える、ノンノとか使えるもの。ノンノもいいね。うんこの辺は欲しいなと思っても、まあ、正直重心化キャラは何出ても当たりよ。まあ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 ね、うん、その中でもまあ属性キャラが出たのさらにいい。うんはい、ということでパパの、まあ、今年最後の引きっていうことで、まあでもこれ正直当たったら、まあ、今年の残りのまあ当たり運をまあ出し切ったっていうのと、まあ、来年また新しくやっていきましょうっていうまあねやり納めだし、どっちみち明日行くからまた。そう明日そうだし、爆死したとしてもまあ今年最後爆死だから明日ね悪いの全部置いてって、まあ、明日の当たりを狙いに行ってるっていうこともできるから。そうどちらにしろポジティブだから。オッケー、うん、大丈夫だから。オッケーじゃあ引きます。引きましょう。行きましょう。これね。はいオッケー。ちょっと俺これ音声聞いとこう。これ1回しかいかんからな。よっしゃ見ます。さあいきます。どうなるガチャル来たよ。確定演出はないよ。なし。まだ今のところない。今のところはまだない。でもまだ引っ張ります。引っ張れ引っ張ってふっ離した。逆回転もない。2周目もない。ストライクショットもない。さあこっからよ。さあ止まればいい。お、なんだ星4でも止まる可能性あるから俺は。 This is 星4。ななるほど。まだ星6は2体確定だから。押すよ。大丈夫。押そう。いや2体確定だから。おえ、これはあ、え、これいいんじゃない。持ってないでしょ、これ。持ってない。いいんじゃない。持ってないからこれ止まったよ。いいんじゃない。
これいいよ。これはこれいいよ。あ、そっちか。あ、でもこれでいいのか。まあまあまあ、でもまあ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 、いや、これもう後ほど見てください。後ほど見てください。はい、これ1体目やな。1体目、とりあえず1体目。これが1体目、1体目。あ、お、待って、あ、ベートーベン当たってる。え、三蔵法師じゃんこれ。うわ、ベートーベン2体目と三蔵法師。あ、いやいや、限定キャラのランスロット X だから、うん、ランスロットの火のバージョンだから。火バージョンや。やばいすげー。押してこれ2体目やな。これが2体目なんや。ほら、重心あれ下から。そう、すごい。え、これ何、重心か。重心か。ランスロット X、 ランスロットじゃないな。うん、これの青は持ってる。青は持ってる。でも赤は属性、あの火のガチャ限定だから。ちょっと待って、これ2体目やな。これがプラスの星5、2体当たってなかった。あ、当たってる。やばい、これやばいよ。え、まだ押します。やばい。おお、まあ、これすごくね。これはね、スーパー神引き。おお。いや、まずね、ベートーベンがね、まあ、持ってるけど出てるのもやばいし、三蔵法師も熱いし、でこのこれなんだ、ルリだっけ。これサンゴだ。サンゴ、そう、サンゴ。このサンゴ、ほら、このキャラクター。あ、でもあれか、これ何回で使えるやつだよね。でもね、見たぞ。これ俺何、カミカ。これはカミカの方っす。カミカの方、うん、評価は某サイトによるとカミカの方がいい。 8.5。 いや、でもサンゴからので出て、でこれベートーベン、これベートーベンですね。いや、もうね、ベートーベン2体目ってもうふざけ倒してるでしょ、もうね、まして。いや、本当に何なんすか。で、これで三蔵法師。おい、もう戻ったんかい。戻った。これ三蔵法師よ。これもね、あれよ、この三、これは進化、神化、どっちがいい。三蔵法師は8点と 7.5 点。進化の方がいい。あ、進化の方が見たことあるやつだね。これか。そう、そっちにしましょう。OK です。いや、そっからのよ。で、何、嘘でしょっていうぐらい、このランスロット X よ。しかもこれワンチ力バリア回復闇ゲージ回復ありやん。そう、あれだから、これ X、 ランスロットとあれだから違うから、アビリティ全然違うね。全然違う。もうだからキャラクター的には全然違うから。一緒だけど、あれストライクショットは一緒やん。これは熱いよ、だって属性限定だもん。いいなー、いいなぁ、羨ましい。これはね、控えめに言って羨ましい。俺、何一つ持ってないからね、この4体。何一つ持ってないから、俺。当たりで。いや、もうね、神引きでした。本日はですね、神引き。ということで。あと何が出たの、これ。皆様。サファイア。あ、これはもう大丈夫。もう星4は大丈夫。え、もう全然、もう星は大丈夫。もう星はもう気にしないでいいから。もうこの4体にあれだから、フォーカス当てとけばいいからこの4体にフォーカス当てとけばいいあれ、これでも重心化じゃないんやな。うん、重心化は誰もおらんのか。え、ベートーベン、じゃベートーベンランスロー2体で出るから。そうか、ふざけ倒してくる。そうか、ふざけ倒せよ、ふざけ倒せよっつってね、ほんとにふざけ倒せよね、ほんとにもうということで、心ワンパパ31日に神引きしたということで、1月1日は大外れしまーす。イエーイ。かもしれんな。いや、もう外れてしまうよ、ほんとにもう外れてしまうよ。でもよ最初に言っとったキャラよ、うん、バンドラやったり。そうね、ラファエルやったり、うんうん、ノンノやったりって、うん、全く出てない。確かに、まあ、狙ってたものは出てないけども、ただ正直ね、ベートーベン2体目まずだから、ほらありでしょほら、使っとったから今。そう、今使っとったから。ベートーベン強いもん今までなもう活躍すればなかったのに、急にだもん、急に強くなったもん、こいつ。それ2体目でしょ。あざ、いや、いいなということで、神引きでした。いや、もうただただ神引きました。マジで神引きありえない、本当に。いや、本当に。はい、ということで、
この動画見た後ね、シュートどうだったのか、こちらの動画をチェックしてください。はい、こちら笑いに行きましょう。この動画が神力だ。まあ、口がダメ、回ってない。あの、動揺しちゃってるから。神力って言いにくい。神引き、神引き。はい、行きましょう。この動画が神引きだと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。See you next time! いや、これはマジで神引き。当たったね。うん。当たったね。これはね、スーパー神引き。